どっちしろみんなちょっとイメージしてください。みんな最後この坂登って終わります。あの、はい、セリフの中で高校の中であるけれども なんでこんなになんだっけ急なんだろうって言ったんだっけ思うよねって、あの最後の坂がここですわ。はい、この坂登って最後みんな光の中に入っていくという、そういう深刻がやってなかった深刻がいっぱいいたから、うん、まだ行く。いやーなんかここを一晩かけてみんなでぞろぞろ歩くってすごい多分異様なすごい光景だと思いますし、なんか実際小説読んで台本読んで、まあ、大体読んだだけでなんとなく雰囲気は分かるんですけど、今日実際歩いてみていろいろ発見もあったり、恋バナとかは盛り上がりますね。絶対恋バナなんかしたいなと思いました。歩いてて夜は特に夜最後歩いた時になんか、まあ、男女で歩いてて、私もトールとしのぶとかで高校で4人でちょっと固まって歩いてたんですけど、そういう雰囲気になるのかなって思いますね。なんか好きな男の子ちょっと遠くでチラーって見たり実際に本当に舞台上でも水戸の街を本当に歩いてる風に見た人に思ってもらえたらなと、そういう雰囲気をちゃんと醸し出せるような舞台出していきたいなと思います。